玉ねぎ。世界中で栽培されている野菜の一つです。玉ねぎを切ると涙が出るのは硫化アリルという成分のせいで、その硫化アリルには優れた薬効成分があります。種まき用の畑の肥料はあらかじめ1平方メートルあたり苦土石灰 100g、 コップ1杯くらい、堆肥 1.5kg、 バケツ1杯半くらい、化成肥料 150g、 コップ1杯半くらいを土に入れ、よく耕しておきます。気温が20度くらいになったら種をまきます。土の表面を板などで平らにならして、深さ1センチくらいの溝をつけます。その後1センチから2センチ間隔で種をまいていき、上から土を5ミリほどかぶせます。さらに土の乾燥を防ぐため、新聞紙や藁を敷き詰めましょう。苗の高さが25センチから30センチ、茎の太さが6ミリから8ミリほどに育ったら、収穫用の畑に移して植える準備をします。肥料はあらかじめ1平方メートルあたり苦土石灰 100g、 コップ1杯くらい、堆肥 2.5kg、 バケツ2杯半くらい、化成肥料 100g、 コップ1杯くらいを土に入れ、よく耕しておきます。土が深さ 1.5 センチから2センチくらいになるようにし、苗を植え付けていきます。あまり浅く植えると霜で持ち上がってしまいます。また葉の緑の部分には土がかからないようにしましょう。植え付けてから1ヶ月ほど経ったら、1平方メートルあたり 20g の化成肥料を与えて、株元の周りに軽く土を寄せてかぶせておきます。全体の7割から8割の葉が倒れてきたら収穫していきましょう。収穫したら葉がしおれるまで太陽に当て、茎を10センチほど残して切り取ります。風通しがよく雨の当たらない場所に束ねて吊るしておきましょう。苗が育ちすぎると収穫の時に旬を過ぎてしまい、美味しくなくなってしまうので、種をまく時期に注意しましょう。野菜本来の美味しい味を食卓へ。